はい、こんにちは。今日はお家で簡単にできる秋の美味しい料理の作り方をやっていきます。スモークサーモンとアボカドの前菜を作ります。はい、次に、うん、これはコストコで買ったリンゴのベーコン。ベーコン。それと、うん、スクランブルエッグを作っていきます。おこれが副菜ですね。でこれが今日買ってきた大きさわらっていうんですけど。うん、あ、さわらね。はい。ちょっとだいぶ大きかったので、うんうん、これがメインなんですけど、はい、このクレイジーソルトで、はい、オリーブオイルで焼いていきたいと思います。はい、オッケー。はい。じゃあまず前菜から作っていきます。ご飯はすでに炊き上がっております。あ、アボカドをまず切って。はい。はい。昨日なんかライブとか、うん、アボカドはなんでいいのかっていう。ああ。これは女性は、うん、まあ私ぐらいの40を過ぎて結構ねアンチエイジングにお肌にもいいと言われていて、ね、美肌効果にいいと言われています。そうやな。だからそのハリウッドスターも毎日食べてるっていう。そうそう、まあね、女性のモデルの方は結構食べている方が多くて、朝のサラダとかね、スムージーとかにも入れてはる方が結構多くてね、これなんかうまいと思うねんけどな、これがうまくないって感じる人がいるっていうのが不思議やねんけどな、まあ、これが結構栄養価が高いと言われている、うんうん、私も最初あんまり好きではなかったんですけど、ね、あ、そうなん。なんか働きに行った時にですね、うん、これがお寿司に入ってたんですね。あ、これは何ですかって聞いたらアボカドよって言われて、へえ、こんな食べ物があるんだっていうので。そうか、まあ普通の人はそんなにこう馴染みがないのかもしれへんな。そうなんですね。なんか結構ね、そのご飯に巻き巻きして食べたりしたら、うん、食べれたっていうのもあって、うん、調理方法も大事やな、だからな。そうそう、うん、苦手な人はね、スムージーとかにまず入れてみて、うん、そうやな。スムージーにしたらなんかこうあれやね、バターみたいな感じで楽しめるからな、コクが出るから。なんか好きなフルーツとかね、そう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 、一緒に入れたら、そう、結構栄養が取れるんで。うん。フルーツ、自分の好きなフルーツの味でしかもコクがあるみたいなスムージーができるからね。そうそう。そっからチャレンジしてもいいかも。うん。うん、バター入れてるみたいな感じで。そうそう。結構いいと思う。おみちゃんもそうおっしゃってるわ。うん。はい、それは普通にサーモンとアボカドを添えていく感じかな。そうですね、うん、オリーブオイルをなるほどかけていきます。もうオリーブオイルさえかければな。そうですね、何でもものになるというか素材の味を楽しめるからね。そうなんですね、うん、撮影してると激しくお腹が空きますもうちょっと待ってね。今日のこの料理は結構サクッとできるみたいで、今6時45分ぐらいなので、どのぐらいの時間でできるかもお届けしたいと思います。そうですね、こういうスモークサーモンとかの塩分が多いものは、うん、オリーブオイルをさっとかけるだけで、うんうんうん、ほとんど生ハムもそうなんですけど、うん、アボカド、まあアボカドとかキュウリとかを添えるだけで、うんうんうん、結構味があるので。そうやな、味濃ゆいからな。はい、うん、なのであまりドレッシングとかはいらないです。うんうん、これで完成です。料理しながら常に後片付けもするね。次使わないと。あ、そうか、すぐね次の料理はフライパンを使います。はい、
それではお魚、うん、メインディッシュのサワラですね。そうですね。ちょっとこれをキッチンペーパーで。キッチンペーパー、そういうのを使うと主婦という感じがしますね。そうです。まず男の一人料理でキッチンペーパー絶対使う何のために使うのかもようわからん。水分、ああ、水分を吸い取った方がいいんか。オリーブオイルを引きます。オリーブオイルです。我が家はほとんどオリーブオイルです。オリーブオイルとごま油しかありません。じゃあ、乗せます。はい。最近はクレイジーソルトね。クレイジーソルトですね、はい、これはあのお魚でもお肉でもすごくさっぱりと、うん、ワインにねすごく合う料理になりますね、うん、白身魚の時大体これで最近食ってるな。そうですね。コストコのお魚が最近入らないみたいで。そうやね、あのベトナムのうまいやつがな。そうなんです。あれ入れてほしいわ。当分入らないそうですすぐ焼けそうやな。いや、でもちょっと持っといてね。あ、そう。うん。うん。ここは戦場ですね。そうではない。忙しくしてますね。ね。うん。大体これで。ぐらいにしておいて、うん、その間にベーコンを作ります。ベーコンね、はい、ベーコンもかなり定番になったね。そうですね、うん、コストコのベーコン、ちょっとこれ焼いたら甘くてね、うん、美味しいね、うん、ワインにもすごく合って。そうやな、うん、これ手軽なやつもな、あった方が便利やな。そうですね、うん、切ったベーコンをいただきます。また洗ってますね。洗ってますね。いただきます。いい焼き色がついてきました。いい匂いです。なあ、卵さんですね。はい、卵さんです。コストコの卵はすごく大きいです。なあ、コストコの卵は巨大、なんかね、逃げるぐらいあります。逃げるか、うん、ベーコンに投入するわけですね。いや、ベーコンが焼けた後に。あ、焼けた後に。そうなんです。ベーコンの油を使って、ああ、なるほど、いい味が出てるんで。そういう作戦か。はい、はい、ベーコンもだいぶ焼けてきました。いい感じ。サワラの方ももうフィナーレでしょうか。そうですね、もうちょっと、もうちょっと、こっちほぼ、ああ、分厚いもんな。うん、大きな卵さんです。ベーコンの方が救出されました。あ、そうかそうか、いつもベーコンと卵と分けてるもんな、そういえば。はい、そして卵ですね。卵も何も味付けせえへんってこと。うん、卵はするの。そうなんです。ここでね、これをね、フリフリして。あ、クレイジーソルトね。何でもクレイジーソルトやん。これね、意外と美味しかったんで、これぐらい混ぜて。ああ、結構入れたな。そうなんです。前までは普通に塩だったんですけど、この卵にトマトを入れても美味しいです。ああ、トマトも結構入ってるな、いつもそういえば、うん、
の炒まったぐらいに最後に、ね、トマトをさっと入れても美味しかったです、うん、女性の方は特におすすめです40過ぎたらそう、安定時何でもそれやそうなんです。はい、卵できました、はい、おお、いい感じですね、はい、こちら完成です。サバラ親方も完成いたします。おみちゃんがまたこちらに脱走してきております。まあ、二人の晩飯しちゃったらな、こういうので十分ですね。そうですね、うん、冷蔵庫からトマトが出てきました。ちょっとね、彩りにトマトをね、つけてあげる。さっと洗って、はい、さっと切る感じですね。そうですね、だいたいこのね、大きさのね、トマトは重宝します。うん、はい、これでトマトを添えて完成です。はい、完成でございます。で、これでワインで食べていくわけですけど、まあ結局クッキングの時間は15分ほどでしたね。サクッと手軽にできました。それでは美味しくいただきましょう。いただきます。